ツェッペリン、ツェッペリンとは20世紀初頭、フェルディナント・フォン・ツェッペリン伯爵、通称伯が開発した公式飛行船の一種を指す。ツェッペリンの設計した船体は非常に成功し、その結果、ツェッペリンという語は寛用的にあらゆる公式飛行船のことを指すようになった。公式飛行船は外角の支持構造を持つ飛行船であり、ガス圧で外形を維持する。 軟式飛行船と区別される。ゼッペリン飛行船はアルミニウムなどの軽金属の外皮を被せた枠組み構造内に空気より軽い水素ガスを詰めた複数の機能を収容している。乗客や乗員の乗る居住空間、ゴンドラが枠組み構造の底部に取り付けられている。動力源は数機のレシプロエンジンである。公式飛行船の設計が優れている点は

横材管に収めた。このような構造を持つ公式飛行船は船体の外形を保持することができ、飛行機よりは遅いものの駆逐艦には追尾できない高速を発揮した。飛行船は実用的な空の輸送手段となった。公式飛行船の優れたもう一点は大型化を可能にしたことである。飛行機と違って、チェッペリン飛行船の浮力は 寸法の3乗である体積に比例し、また、構造重量は寸法の3乗以下にとどめることができるので、大型であるほど、搭載貨物を増大できる。公式飛行船の第1号は1900年ので、1909年には、セッペリン伯爵は飛行船製造事業と共に、という世界初の旅客を運ぶ、商業航空会社を創立した。両方の会社とも、本拠地は、 ドイツ南部にある、ボーデン湖畔のフリードリヒスハーフェンにあった。後に、チェッペリン伯爵は、チェッペリン社の代表を、フーゴーエッケナーと交代した。エッケナーは宣伝の名人であるとともに、極めて技量の優れた、航空機の機長だった。チェッペリン社がその絶頂期に達したのは、エッケナーの功績によるところが大きい。1928年、セッペリン社は、 技術の総力を結集し、巨大な飛行船を製作する。グラーフ・ツェッペリン号である。この最新鋭のツェッペリン飛行船は、全長235メートル、航続距離1万キロメートルというちょうど級の飛行船であった。同社は1930年代までは、順調に経営され、ドイツからアメリカ合衆国や南米に至る、長距離航空路線を維持した。しかし、 大教皇とナチス党の台頭が会社に災いした。特に、エッケナーとナチスとは、懸縁の中であった。そのため、チェッペリン社は、ドイツ政府により1930年代半ばに、国有化された。また、従来の水素ガスの代わりに、爆発の危険がなく安全なヘリウムガスを使用する、予定だった、心臓船、ヒンデンブルク号は、毒米関係の悪化によって、 当時唯一のヘリウムガス生産国であったアメリカからのアメリカは飛行船の軍事転用を恐れていた供給が滞り水素ガスを使用しなければならなかった。1937年5月6日、同社の機関であるヒンデンブルク号はアメリカのレイクハースト飛行場に着陸作業中火災を起こし墜落多数の犠牲者を出した。これにより チェッペリン飛行船の定期旅客航路の運航は中止され、チェッペリン社は3時の数年後には事実上活動を停止した。事故当時は水素ガスの使用がこの事故の原因とされたが、現在ではこの説は否定されている。ヒンデンブルク号爆発事故の項目を参照。しかし、約20年間の航空会社の資企業としての運営の間、少なくとも幾分かは利益を生み、 ヒンデンブルク号の事故が起こる前までは完全な安全記録を保持していた。なお、第一次世界大戦においては、チェッペリン飛行船は119隻建造されて、偵察目的のほか、英国に対する長距離爆撃にも使用された。しかし、戦術的に有効な打撃を与えることはなく、主に空を舞う威圧的な飛行船を見せて、 敵国の市民の戦意を削ぐ心理的な効果を狙ったものであった。また、飛行船は低速で大きく極めて燃えやすい水素不要ガスを使用していたため、イギリス軍が対空防御体制を固めると、対空砲や戦闘機からの銃撃の容易な敵となり撃墜されることも多く、またそれ以上の数の飛行船が往復途中の悪天候で遭難した。 チェッペリン飛行船のような公式飛行船は、たとえそれが、チェッペリン車と縁がなくともしばしば、チェッペリンと呼ばれた。この種の飛行船は、アメリカ、イギリス、イタリア及び、ソ連で1920年代から1930年代にかけて製造された。死質墜落事故が相次いだため製造は中止された。また、サービスでは船に劣り、速度では飛行機に劣る上、 運賃は豪華客船並みという飛行船が旅客事業で生き残ることも難しかった。数多く生産された、チェッペリン式飛行船の中でも、127と130は機体そのものの愛称として、グラーフチェッペリン、チェッペリン白尺号を冠された、ただ2隻の飛行船である。127は1929年に北半球周遊を行った。またこの際、 日本の茨城県阿美町、霞ヶ浦に寄港している、霞ヶ浦の歴史軍事、航空を参照。130は129ヒンデンブルク号の同系船で、1938年9月に進むぞらしたが、その後の海戦とそれによる諸事情の悪化で、ほとんど運用されることなく解体された。ェッペリンは、1990年代に、 ドイツのゼッペリン・リフトシフテヒニーク社によって開発された飛行船はドイツ語で新しい技術を意味する。その名の通り、ゼッペリン型公式飛行船を最先端の技術で現代に継承することを目的としており、外皮膜を新素材の化学繊維、骨格を炭素繊維で組み上げ軽量化しているほか、エンジン配置や制御方法を工夫し、従来の飛行船よりも 地上要員を少なくして運用できるなどの次世代飛行船の名にふさわしい特徴を持つ。全長75メートル、乗員2名、乗客12名、巡航速度時速80キロメートル、最大航続距離900キロメートルの性能を持つが、将来的には積載能力や航行能力の拡大も可能。1997年9月に、 プロトタイプとして1番線フリードリヒスハーフェンが進むぞらし、2001年8月に2番線冒天税、後に日本飛行船が購入し、日本で保有、そして3番線の計算席が建造された。2007年現在、4番線が建造中である。しかし、2007年9月に1番線がボツワナで地上に係留中、突風により大破して、 修理不能と判定され、失われた。同船は2005年より2年の契約で、ダイヤモンドで有名なデビアスにリースされ、地質調査に従事していた。2010年6月に、日本飛行船が経営不振から事業停止、破産手続きに入ったため、2番船は7月に埼玉県で解体された。ロックバンドのレッドツェッペリンという名称は、落ちる風船。 つまり失敗を意味する、鉛の風船、リード、バルーンという表現を、大事故を起こした、ヒンデンブルク号のイメージから、ツッペリンに置き換える、という軽い冗談から生まれたものである。1971年のイギリス映画、ツッペリンは、同型の飛行船を題材としているが、物語自体はフィクションであり、作品内に登場する36号と、その行動は架空のものである。 またウィンドサーフィンのボードにチェッペリンという有名な製品がある。小賀春江の代表作、海には当時に本に立ち寄ったチェッペリン号をモチーフとしたと見られる飛行船が描かれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。